がない一日なんですけど、一つだけ妹と姪っ子と公園に行くという約束をしてるので、それだけ予定にあります。上がったので、とりあえずミストしたんですけど、使ったのがこのリセチカのミストローション。このリセチカは前にね動画でも紹介したと思うんですけど、私がね歯科にハマってて、でしかもすごい保湿力が高いのでめちゃめちゃ気に入ってずっと使っているリセチカなんですけど、このリセチカが日本の国産の歯科スキンケアなんですよ。私自身歯科がすごい好きでハマっていろんなの集めてるんですけど、やっぱり国産の歯科のスキンケアって結構少なくって珍しいんですよね。リセチカは本当にね保湿力が高くって優しい使い心地なのでめちゃくちゃ気に入って使ってるんですけど、歯科の成分はもちろんなんですけど、歯科をはじめとした植物エキスとかオイルがね贅沢に入ってて本当にお肌めっちゃ潤います。今ミストしただけなんですけど、もうそれだけでもねもちもち。最近はこのリセチカのミストローションを朝使ってます。ドンキで買ったこのクレンジングタオル、この顔をね拭く用のタオルで、繊維が顔につかないよってやつなんですけど、化粧水だったりとかクレンジングだったりとか好きなもので湿らせて使えるんですけど、こんな感じでね染み込ませて、私が大好きな拭き取りとして使ったりとか、もう贅沢に染み込ませて、これをねパックみたいな感じで使ったりとかもしてます。今日はねちょっと今もうミスト顔に振ったのであれなんですけど、こんな感じで、このミストがミルクタイプの化粧水になってるんですよ。見てください、わかるかな。普通の液体じゃなくってミルクタイプになってるので保湿力がめちゃくちゃいいんですよ。本当にこのミストをしただけでもうクリームまで済ませたみたいな感じのしっとり感があります。全然違う、マジでこれ本当にクリーム塗ったみたいにもっちもちになるんですよ。全然違います。もうこれだけでももう潤い感、お肌の潤い感が違うし、もうツヤもね出てるの分かると思います。でミストタイプなので体とかにシュシュシュってとりあえずやってね、あと髪にも使えるんですよ。これこんな感じでお肌はもちろんなんですけど体にも髪にも使えます。めっちゃ便利。このリセチカのねクリーム、このクリームが前回の動画でも本当に絶賛してたクリームなんですけど、マジでこれ良くて、ミストと一緒にね一群のスキンケアのところに入れてます。これがね本当にめっちゃいい。唇にもねいつも一緒にクリーム塗るんだけど、これ塗って寝ると次の日の朝の潤い感が全然違います。本当にこれ前回の動画でも言ってるんだけど、あの顔がテカってるぐらいこんな感じの結構こっくりめなクリームなんですけど、ポンプ式なんですよ。もうそれがとにかく使いやすいし、保湿力が高いクリームってジャーに入ってるものが多くて、化粧水とか塗って手が濡れてる状態でやっぱ開けないといけないから、そう思うとポンプ式めっちゃ使いやすいなと思います。はい、そして最後にこちらです。リセチカの UV エッセンス、日焼け止め用のエッセンスなんですけど、こちら見てください。 SPF50+ の PA4+ です。 MAX ですね。同じシリーズなので歯科の成分が入っている日焼け止め用のエッセンスで、日中用のねクリームみたいな感覚で日焼け止めがねできます。
でしかもちょっとね軽いトーンアップ効果もあって、お肌にも優しいし、保湿もねしてくれるし、日焼け止め効果もあるし、トーンアップ効果もあって、お肌をちょっと綺麗に見せてくれる。用事がない日とか家でねただいる日とかはこれだけで保湿しながら日焼け止めもできるので、これもねいいんだよ。もうお肌ツヤツヤだもんすごい。これで朝のスキンケアはおしまい。今日のカラコンはこのエヌーズコレクションのレモネードっていう色をつけようと思います。はい、気分がねやっぱ上がるように軽くメイクしていこうと思います。リセチカの日焼け止めを塗ったので、そのままファンデーション塗っていきます。ちょっと気分でこのケイトのリアルカバーリキッドの03番使っていこうと思います。点を消して、コンシーラーはルナ使っていきます。じゃじゃーん、フェンティの大きいサイズをね買いました。リピート買いです。ラベンダーカラーです。気分だけはもう春なので、ちょっとコーラルっぽいメイクにしようと思います。パステルブラッシャーの04番、ここ境目のところを動かしていきます。チークにもこのチーク塗ります。このエスポアのこのオレンジカラーのキラキラを塗ろうと思います。暗いアイシャドウたちで目の際アイラインみたいな。目尻はこれマックのパウダーキスギブアグラム、アイシャドウを落としつつフェイスパウダー払って、マスカラ下地塗って、今日はペリペラを使います。ペリペリペリペラ、何塗ろうかな。久々にこれ使おうかな。アナスタシアのストリップドっていうカラー。はい、メイク完成です。
外巻きにしていきます。内側の毛はちょっとね、内側に入れます。なんか表面は動きが出てんだけど、内側はねしっかりまとめてっていう感じ。冬はちょっとかっこいい感じで、ストレートのねボブでもかっこいい感じでよかったんですけど、春はねちょっとこういう風にふわっと動きがある方が春メイクにはねいいかなと思って、最近はねこんな感じでちょっとふわっとさせてみたりしています。結構気分なんですけど、最近こんな感じでちょっとボブのヘアセットも楽しんでます。じゃあお腹すいたので朝ごはん食べようと思います。最近はちょっとダイエット中なのでオートミールを食べてます。もうこれ食べきっちゃうので、この業務スーパーで買ったやつちょっと今日食べてみようかな。なんかいろんな味のバージョンで作ったりするんですけど、今日はキノコにしようかな。こんな感じでね、キノコミックスを冷凍してあるのでキノコ多めにして、ちょっと換気扇うるさいかもしれないんだけど、ヘルシーごま香油っていうコレステロールゼロの油をちょっと入れてキノコを炒めます。たらここにオートミール入れます。この業務スーパーのオートミールは初めてなんだけど、美味しいかな。ここに醤油少し、お塩を本当に少しだけ入れて、ごま、ネギ。はい、ということで朝ごはんが完成しました。なんかおかゆみたいな感じかな。なんかお米を同じ量食べるのとオートミールを同じ量食べるのとじゃあなんかね満腹感が全然違くて、なんかいつものお米食べるテンション感でお茶碗一杯ぐらいの量を食べようとすると結構ねお腹の中で膨らむので、めっちゃお腹いっぱいになるから、食事のその摂取量みたいなのもそもそもの量が減ります。まあ最近はこんな感じで少しずつ少しずつ食事を切り替えていて、いただきます。まだ暑いんだよね。うん、優しい味。なんか結構醤油本当にちょっとと、お塩本当に少しと、ごま油しか味が入ってないので、よく言えば優しい味、悪く言うと味がしないですね。普通にいつも買ってるそのスーパーで買ってるオートミールよりかも、あ、若干オートミール感が強めです。うん、まあ、私そもそもオートミールそんな嫌いじゃないので全然苦じゃないんですけど、これがバリバリ職人っていうノリなんですけど、わかります？本当にバリバリなんですよ。あ、この中に梅とか入れたら美味しかったのかな。あれ持ってないんだけど。全部食べました。ごちそうさまでした。シーンで買った斜め掛けのバッグ。靴はスニーカーでもいいんだけど、あ、すいません、ここにちょっとテーブルが置いてあるんだけど、今日はこのグレールのブーツにしようかな。なんかスニーカーでもいいけど、スニーカーの気持ちじゃない今日。はい、今日の服はこんな感じです。パステルで買ったこのコーデュロイ、中はボアで足元はグレールの動きやすいブーツにしました。マスクも。
ということで帰ってきました。疲れた5時47分帰りにね、お買い物もちょっとしてきたので紹介していきたいと思います。カインズホームの大きな洗濯ハンガー、これが買うの2回目なんですけど、なんか前使ってた今使ってるやつがなんかね割れちゃって、多分ラモさんのせいなんかラモさんがなんかしてたらバキって言って、あれは何をしてたんだろう。カインズホーム行ったら絶対買うのがこちら猫草です。ロコさんがね草を食べたがるのでいつも買ってます。ロサは食べないんですけど、ロコがね結構食べたがるんですよ。でやっぱりこの草とか置いとくとストレス解消とかにもなるし、夏とかは自分でね植えたり種から育てたりとかしてたんですけど、もうあったかくないので育ちが悪いので、はい、最近はねまた買ってます。しかもなんか私が育てたのよりカインズホームのこの草が好きらしくて、なんか多分種の種類が市販のやつとちょっと違うのかな、多分色々種類があると思うんですけど、私が育ててた種のよりもこっちのね種のやつの方が好きみたい。ロコ、から買ってきて。さあ、ロコさんは目を丸くしてます、ね、はい。そして次がダイソーです。ダイソーは正直2つしか買ってない。めっちゃ便利なものが売ってたんですよ。こちらがケーキの敷紙、これはなんていうの、色紙っていうものかな、敷紙っていうものかな。で10枚入りでこのハウンドケーキ型の形にもうすでにカットされているもので、中にね敷くだけでいいっていう優れものです。めっちゃ便利じゃないですか。なんかこれ私はこのパウンドケーキ型の形を買ってきたんですけど、普通にホールケーキの形とか3種類ぐらいだったかな、私が行ったお店は。これと合わせてもう2種類ぐらい種類がありました。私パウンドケーキ簡単だからよく焼くんですけど、これ使うとめっちゃ簡単にできるなと思って買いました。そしてもう一つがこちらです。じゃじゃん、収納ケースを一つ買ってきました。スタッキングもできて、これプラスチックなんですけど、なんかねしっかりしてる、なんか金物ぐらい結構しっかりした感じの、形が全然ね崩れない、しっかりしたケースになってます。ちょっとね角も丸くなくてちゃんと四角いので、スペースが無駄にならずに使えるいるなと思ってこれをねちょっと買ってきました。はい、ということで今日はこんな感じの一日でした。今ねお風呂に入ってきたんですけど、ね、顔がもう乾燥してるのでとりあえずミストします。で体にもねまだクリーム塗ってないのでスプレーしておきます。体もめっちゃもちもちになります。足にも普通にね今日はスキンケアをねしていこうかなって思ったんだけど、私は明日デートなのでちょっと保湿しっかりしたいなと思って、朝話してたこのパックをやっていこうと思います。このスキンケア用のタオル切ります。コットンパックみたいな感じかな。こんな感じでひたひたにしたら1枚ずつ貼ります。本当にねこのリセチカは本当にいいから、ぜひねリセチカさんパックも作ってほしい買います。パックになったら絶対最強だと思うんで、ぜひお願いします。5分くらい経ったかな。そしたら外します。でこれねもったいないので、このままこうやって体にね塗り込みます。あと足の甲ですね、足の甲とか皆さん保湿しますか？私はすごいね足の指とかもうしっかりと保湿するタイプです。結構足の指って乾燥してるとめっちゃ足って汚く見えるんですよ。個人的にはこだわりポイントなんですけど、あ、お肌もめっちゃいい感じ。ミストだけでももう全然突っ張る感じとかも本当にしないんですよ。はい、そしたらクリームのミストしてクリーム塗ったら最強です。
ほんとね、このクリーム使い出してからすごい肌が潤うし、潤いが長時間続くのでめっちゃ好きです。このクリームちょいちょい動画で押してるんですけど、本当に好き。このミストはもうただのミストじゃなくて、ちゃんとこれ一つで保湿してくれるので、ミストだけでも全然突っ張る感じとか一切ないです。はい、ということでスキンケアが終わりました。めっちゃお肌もいい感じ、絶対明日調子いいわ。あー、一日いい感じで満足した一日でした。今日紹介したリセチカは国産で、お肌にも優しい成分と本当にね、使い心地も優しくて、ぜひね、気になる方は概要欄からチェックしてみてください。私の好みとしてはこのミストとクリームがね好きなんですけど、楽天にケアしたい人はこのね、ウォータージェル、ジェル状の美容液もおすすめです。日焼け止めをね塗る人はこの RR モイストベール UV エッセンスもおすすめです。全部が試せるこのね、トライアルキットもあります。本当にね、おすすめのスキンケアのブランドなので、ぜひぜひチェックしてみてください。はい、ということで、それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。おやすみなさい。